こんにちは。こんにちは。何してんのあんた。なあなあ、お前もピアノ弾きたい。え、ピアノ弾きたいの？ああ、なんかな、お前が弾けたら楽しそうやからな、お前も弾きたくなりまして。ああ、弾けんのあんた。練習したんなんか。うん。何曲？した。よし、じゃあなんか。ちょっとね、一曲覚えましてん。あ、ほんま。うん、内緒でな、練習しとってん。あ、ほんま。よっしゃ、よっしゃ。じゃあなんか弾いてもらおうか。ええか。ええよ。もうな、フリージャズばっかり弾いとったらな、なんか。なんかね、そうやな。ちょっとあれやの。はい、じゃあフリージャズ、じゃあね、ね、バチカブリ、お前、バチカブリ言うな。じゃあお前が練習したというなんか曲、じゃあなんかやってみ、弾いて、うん、弾いてね、何弾くんやろ。はい、はい、はい、見立てや、うん、何弾くの。おう、顔作って弾くの。あ、分かった分かった分かった、それか、あー、そうか、分かった。あんたさすがやな、すぐ分かるな。お前が上手いから分かるんかな。これやな。せやそうな、これ、うん、そうですね、知ってますよ。ね、あれやの、禁じられた遊び、せやせやな。ピンポン、うん、これ実はね、僕もね、ちょっとね、ギターをたしなんでたんですね。ギターを少し、うん、僕も少しギター弾いとった時は、まあ、ピアニストなのにギター弾いた。そうよね、ギター好きでね、あのギター少年やった時代もある。ああ、そうか、僕のブログ見てもって分かりますけどね、うん、ロックギターとか弾いてた時もあるんですね。そうやった、そうやった。なんかね、ギター持ってなんか兄ちゃんが弾いとる写真を載っとったわ。そうやな、うん、でそれのきっかけがね、あのあれ面白いねんけどね、うん、あのうち僕実は勉強できへんかったから家庭教師の先生来とったんやけどね。まだ行けへんかったやろな。わかるわ。もうね、おかんがもうこんな勉強せえへん子は危ないでと。うん、で親戚のね、あの、うん、おばちゃんがさ、うん、ちょっとこの子家庭教師雇った方がええでって。ほんで家庭教師来たんですわ、僕に。実は。で家庭教師の先生はね、僕に数学を教えに来たんですね。うん、数学、まあ大体家庭教師で教えるものだったら数学か、うん、まあ、英語でしょ、うん、英語と数学を教えに来たのに、うん、実はその先生がですね、まあ、大学のですねギター部のキャプテンやったわけね。ただいつの間にかね、あの数学か英語の話はそっちのけでね、ギター弾くかと。あんたはあんまり勉強せえへんし、もうちょっとギターちょっとやって、ギターやって。勉強せんかった。そやな。あんたあったかい、なんか手紙書くもんな、手書きでな。だな、そうね、うん、ちょっといまだにちょっと漢字弱いもんな、俺。そうやな。ひらがな結構多かったりするしな。まあ、それはあのアメリカにおったけ、行くとこやな。あ、そうやな。そうやな。もう英語はわかるけど。そうそう、そういうことにしとこう。そうやな、漢字わかる。まあ、ええわ、それは。あったかいけどな。あんまええわ、それは、その話やめとこう。みんな多めに見たってな。まあそんなわけでですね、うん、でそれで結局あの英語やね数学のアンジョっちこって、あのギターを教えてもらってましたね、うん、家庭教師の先生からね、うん、ほとんど、例えば2時間ね、例えば家庭教師2時間ぐらい授業やるんですけどもね、うん、そのうちのほとんど1時間以上はギターで。最後の。いや大丈夫大丈夫、すごいあのいい先生でしたよ。いい先生でしたか、うん、よかったですね。やっぱりね、僕にいろんな人間的なことを教えてくれたね、うん、うん、あの人間的なことあんた知らんかったんか、いろいろ。そうそう、それがね、やっぱそれ大事だと思うよね。まあ、アーティストやから知らないな、うん、あのね、 何を学んだかって言ったら、僕は家庭教師から、家庭教師の先生からね、いろんなこう、人間はどういうふうにしてね、あの何が一番大事かとかね。何が一番大事かって、結局話聞いてたら、いや勉強やなくてもっと人間的なものが大事やっていうことを。いや金ちゃうかじゃん、そうなんじゃん、そうなんじゃん、人間的なね、精神的なも、そういうものが大事やっていうことを教わったね。さよか、うん、なんかね、先生ついたな、先生だったね、うん、あんまり、まあ、勉強どうのこうのっていうよりはね、うん、で、ね、でその時にギターがあった時に、まあじゃあ、じゃあ、禁じられた遊び弾いてみようと、うん、で見よう見合いでね弾いたんですわね、うん、で譜面使わずにもう、見よう見まねでその先生がギター弾いて、僕はそれを見て覚えてね、うん、で弾けたのが、まあ、いわゆるねこれ、これがきっかけね、ギター弾いた。なるほどな、うん、でもな、でもな、でもな、不思議やねん、うんうんうん、なんかな、うん、あのギターの弾く人にな、この前おてんけどな、うん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 、禁じられた遊び弾いて言ったらな、うんうんうん、なんか悲しそうな顔しようってん。おそれで、うん、他の人にもな、ギターの上手い人にな、うん、禁じられた遊び弾いて言ったらな、なんか悲しそうな顔しよって。僕の友達でもすごい素晴らしいギター人がいるんだけどな、うん、禁じられた遊び弾いて言ったらうるさいって言われて。なんでやろ
わ、なんで気づいたのにやかんねん。それは何でか俺は知らん。知らん。あんたが知らん。あと何やろな、なんかいろいろあるやんな。うん、なんかそういう曲を弾いてくれられたらなんかうるさいしって、うん、そういう経験はありますけど、うん、そやね、そやな、そやな、不思議やな、不思議やな、まあそんな分かるような気もするけどな、うん、まあ、うん、まああのあれですね、読者の皆さん、視聴者の皆さんも一度、ね、それなんか聞いてみてください、なんでかね、うん、なんでやろな、なんでやろねみたいな、うん、あれ曲面白いけどね、うん、でもジャズにはあるんじゃないかそういうの。なんかこれやられたらなんか悲しそうな顔しちゃうような曲とかあるんちゃうか。あると思う。それはあるやろ。あるやろ。ほんまあるんやろ。あるこの曲なんかやることになったらかなわーみたいな曲があるやろ。まあ、言うと曲名はねそんな言えへんけどね。いいやん。曲名はそんな言えへんけど、あんまりコードがね、コード進行があんまりない曲とかね、うん、はっきり言うとアドリブしにくいね。あ、さよか、うん、例えばどんな曲や。例えばどんな曲って言われたって、うん、あ、これはまあ、この曲好きですよ。僕実はライブで最近やってますけどね、よく。綺麗に話まとめの仕様だって。でもこれテイクファイブやん。そうですね。これも意外とコード進行はね、あの簡単すぎねね。うん。こればっかりやん。あ、そういえばそうや。そう。こういうの書いて難しいんか？いや書いてね、だからやまあシンプルやからね。だから何でしょう、あんまりこう挑戦できへんわけやね。ああ、なるほどなるほど。どうせほら山登りとしてどうせ登るならさ、うん、どこ登る？あのエベレストとかね、険しい山登る。絶対嫌や。絶対嫌や。もうなんかいくら積まれてもよう登らんわないの。まあな。じゃけどその登山家のそう、まあね、登山家のね、登山家の人もこうだんだん上級になってくるとね、うん、あの険しい部分もね、こう険しいところを登りたがる。まあジャズも同じようなもんがあるみたいね。うん。うん、だからこう険しいコード進行っていうかね。あるんですよ。険しいコード進行。あるんですね。それはどんな曲？それは言ってもええやろ。かっこいい。あるね、こんな。なんかかっこいいで、ね、なんかかっこいいこれ。そう。かっこいい。難しい、めちゃくちゃ難しいこれ。なんて曲？ごっつ難しい、コード進行。なんて曲？ジャイアントステップっていう。ジャイアントステップ。そう、ジョン・コルトレーン。あ、ね。コルトレーン。そう、ジョン・コルトレーン、かっこいいね。かっこいいね。そうです。ね、昔はチャーリー・パーカー。っていう人がいたよね、うん、でチャーリーパーカーがいて、その後、まあ、いろんな、まあ、素晴らしいサックスフォープレイヤーいっぱいいますけども、うん、ね、まあ、その次はいわゆる、モーダルなね、ちょっと新しいモダンな、うん、サックスフォープレイヤーですけども、今度はジョン・コルトレーンが出てきましたね、うんうん、まあ、ジョン・コルトレーンはあまりにもね、もうチャーリーパーカーのビバップのスタイルがもう確立されてしまってるんでね、うん、その後、まあ、ジョン・コルトレーンがモードというねものを開拓して、で、まあ、いろんなすごいコード進行ですね。それもあのコード進行は割とこういうなんか2-5-1、この上にねアドリブを乗っけていく。うん。2-5-1ってどんなことな、何を2-5-1って言うの？ね。これ綺麗でもあの。ね、2-5-1って何？2-5-1ちょっとね、ここで説明するのはいわゆる。気象転結、気象転結。あ、分かった分かった。気象転結、分かったやろ。はい。軽くスルーするか。もえ。あ、でもこんなんね、もう何でもあのググったら何でも出てくるからね。このググレカス。いや、まあ、そんなこと言った。ググレカス。これ。あかんよ。ね。というわけで、まあそういうそれじゃなくて、もっとこうね、行動進行が。違う、とんでもない方向にね、行くんですけどね。うん、まあ後半は割とこう。あの2-5-1が入ってますけどね、うん、こういう風にね、あのこのジャンとしてかっこいいな、うん、適度に2-5-1が混じって、前半はちょっとこうね、とんでもないコード進行、当時としてはね、うん、楽器的な。じゃこういうのやられたらお前ら嬉しいんか。あ、そうやね、結構燃えるか。燃えるね、燃えるか。ジャズメンはこうやりにくい曲をこうどんどんやっていくというね、もうそこになんか生きがいがありますからね、うん、そうですか。苦行スイッチ入ってるよ、みんな。苦行スイッチ入ってる入ってる
だからね、うん、まあ、だからといってこれをリクエストしたらいいかってそんなもんじゃなくてね、あの自分らが自発的にこうやろうかって言ってやんねんけど、リクエストされたら腹立つとかそういう感じか、あ、それもあるかもしれないで、え、なんでここでジャイアントステップやれねやんねんみたいなね、曲がってんだの屈折してんだじゃん、いやいやいや曲がってないよ、そんなことないよ、やっぱり、うん、あの TPO やね、 TPO わかるでしょ、時と場合ですよ、はい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 、ね、だからセッションをしてて盛り上がってさ、ここで、じゃあ勝負してみようぜみたいな、前がほとんど持ち合わせてもの一つやな、何どういうことで意味わからん、やばい、TPO とかあまりわからへんから、TPO わからへん、あ、そうやな、お前確かにな今、うん、人間界の修行中やな、あ、そうか、ちょっとなちょっと教えてな、みんな、お前修行しろお手そんなわけでね、ね、バチカブリね、じゃあ、ね、バチカブリ言うなよドロがバチカブリリアントなんだっけ、バチカなんだっけ、バチカブリリアント14世かな、お前名前いただいたねな、言うちゃった、らしきお名前、本当はね、本当はそういうあのね、あの王様の出会いのお前な、だからってバチカブリって言うんでリリアならぞいや、ブリリアントってお前ブリリアントわかるか、ブリリアント、ね、ええやんね、いやいや、もう騙されへんで、前騙されへんで、もう子供とちゃうからな、子供騙し、そんな子供騙しに騙されへんで、そもそもお前名前の由来バチカブリって何やねんってね、まあ、こいつねバチ当たりってですね、バチ当たりのことばっかり言うたり、もうね、こういう、こういう態度、ほらね、ほらそういう態度取るから、お前バチ当たりって言われてんねんな、分かる、だからお前バチ当たりだ、でバチかぶりや、黙れ、誰がバチ、全部バチ、全部バチかぶり、みんながそう呼ぶようになったやろどうしてたやあバチかぶりどっから来たやろな、その名前な、お前が言い出したんや、お前や、そういうお前、お前そういうあれやで、そういうキャラやで、君は勝手に決めんといてくれる頼むわ憎まれ口ばかりで叩いてるからね、バチカブリになるバカでもな、いや言ってくれはったら、なんかバチカなんだっけ、バチカブリリアントってすごいいい名前なんだっけね、だから美しくすりゃええいうもんちゃうねん、ええやちょっと嬉しくなるけどさ、ええやな、嬉しいやろ、まあ、まあ、ええやん、いやいやいや、でもバチカブリには変わりはねえからそれ、まあ、だから心の中でバチカブリって思いながらその名前呼ぶんやろもう一緒やバチかぶ一緒や言うとな、みんなのバチかぶってくれるなお前な、まあよ、うん、は何の話したかというと、はい、そうやね、そういうふうに割とこうくぐ、ね、僕らジャズミュージシャンは割とそういう難しい曲にね挑むというね、うん、だから険しい山があったら登ろうぜみたいなね、登ろうぜ、そういうのありますね、なんかかっこいいこと言い出したでおい、うん、そうですね、うん、だからそれは一緒だと思うよ、やっぱりあのさ、クラシックピアニストでもね、誰でもね、うん、あのそういうのあると思いますよ、割とこうあの難しい曲にみんなね挑みますね、あ、ミュージシャンだったらなんか簡単な曲とかやれとか言われたらペッとか思ったり、そうやな、ペッとか、いやそんなペットは思わないけども、後で楽屋に入ってよ、タバコ吸いながらよ、うん、ほうほうほう、なんかもう今日の客とかのなんかブブブブとか言うんか、知らん、そんなこと言うて、あんな曲させやがってよ、あ、いや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 、そんなことはないと思うけどね、うんうん、でもだから あ, のあれやね、まあ、基本的にはあんまジャズはそんなリクエストを受けて弾くとかそんなんじゃないよね、まあ例えばセッションや、セッション、あ、セッションでね、うん、セッションでは大概みんなもうジャズ面ばっかりが来るからね、ジャズ好きな人ばっかり来るからね、大体、うん、まあ、あの優しすぎても困るしね、でもかといってそんなあんまり難しい曲でもないけど、割とコード進行が綺麗な曲、ものすごい難しい曲させられたら腹立たへんか、いやそれは、いや腹立たせへんね、それはやっぱり どっちかというとビビるよねビビるね、ビビるっていうかあの間違ったらいかんやろみたいなね、そうちょっと焦ったりするよね、お前なんかこの前スペインな、あ、これかこれなそれ弾いてなんか冷や汗かいとったもんな、そうやな、これはこれはね、一回間違えたらもうどこ行ってるかわからなくなっちゃうからね、うん、間違えたらね、申し訳ないね、すぐ遭難するから許したって遭難した時は今許したって、うん、これね、歌詞がついてるんですね、うん、でまあ、あのこれはちょっとライブでね、やめ、じゃあ今日はね、うん、こんな感じでちょっとね、なんか急に話が怖いな終わろう、もう今日あ、時間がね、もう時間がね、来たね、じゃあ今日はこんな感じでね、お前も眠いしな、まあ、はい、今日はやりがいのあるっていうか、こういうねやりがいのある曲とね、ちょっと優しすぎても困るよみたいな、そんな話しましたけどね、どうかな、話まとまったかね、ね、分からん、はい、じゃあもう寝なさいね、はい、おやすみなさい、はい、おやすみ、はい、じゃあね、はい。